本堂前にて咲く行基桜清水寺は、長野県東築間郡山形村の清水高原にある、新言州の寺院で、三号は次元山である。創建は古く、奈良時代だと言われる。現在は無重であり僧侶はいないが、保存会により管理人が常駐し、朝晩の鐘も鳴らされている。伝説では、行器が自ら千珠館の音像を掘って安置したのが、始まりとされ、その後、 坂の上の田村マロが、有明山の鬼、儀式八面大王を退治するに際して、勝利祈願のために清水寺を再興させた。清水観論は、この政党戦で、大きな役割を果たしたという伝承があると断定して、掲載した。また、坂の上の田村マロが、千住観論を京都に移したことから、京都東山の清水寺になったとも伝えられる。 現在の本尊である千樹観の音母殺像は、左右の手を頭上に高く上げて、小さな如来像を捧げ対する京都と同じ清水様式である。清水寺は標高1200メートルという山中高所にある。平安時代には、県密刑事院は山中に混流されることが一般的で、そのような山寺は、奈良時代末期から機内に登場し始め、平安時代には地方にも広まっていった。 こうした山中の寺には、その後、山中から山腹、山毒に降りて作り直されたものが多い。中心地方で山中から移転したという伝承を持つ寺院として、牛伏寺、若沢寺、海岸寺、宝光寺、宝福寺、神宮寺、光輪寺、安陽寺、福光寺、森蓮寺がある。しかし、清水寺は山中高所にありながら山腹、 山陸に降りることなく、山中にとどまった少ない例であるとされる。なお、上記寺院のうちでも、若沢寺は、おな、サラダ街道から、清水高原、唐沢蕎麦集落への入り口長野県道25号、塩尻鍋割穂高線の唐沢集落入り口を入り、そのまま上に登っていくとよい。唐沢集落入り口から約4キロメートル。車載のナビに頼ると、 通行が困難な旧道に案内されることも多いので、好ましくない。唐沢集落入り口を目指すのが良い。唐沢集落は蕎麦集落として有名で、洗浄地の右端側に位置する。ありがとうございます。